商品レビュー専門、今日はフリーナイトのバッグですね。商品こちらですね。非常にちっちゃい。これどういうバッグなの？こういうバッグ？まあちょっとしか入らないだろう。まあそう突っ込まれそうですけど、それこの状態、折りたたんだ状態です。ここを開ける。そうすると大きなバッグが出てきますね。このような状態になります。これいろいろな使い方ができるんですよ。このように使えば手先カバン。あとはこのように持つこともできる。さらにここを開ければ、背負いが出てくる。バックパックとしても使えるんですよ。だから3ウェイです。そして使い終わったらまた折りたたむ。簡単にこのサイズにちっちゃくなりますね。使い方としては、仕事の出張の途中でちょっと遊びたい。その場合、これを折りたたんだ状態でビジネスバッグの中に入れとく。まあ、なんとか入りそうですからね、この大きさだったら。あとは海外旅行の現地での移動ですね。スーツケースの中にこれを入れとけば、ホテルにはスーツケースを置いとく。そして遊びに行くときはこれを広げて使う。現地の移動楽ですね。現地の移動で大きなバッグ嫌ですからね。ビジネス出張の時にそのままカバンを持って歩く。それもちょっと重たいですよね。重さも重たいし、この見た目も重たいですよね。遊びに行くのに黒いビジネスバッグ、なんか浮いちゃってますよね。この時にフリーナイトのバッグがあると便利ですね。出張とかの途中で遊びたい。海外旅行先で身近に動きたい。そういう人に便利な3ウェイのバッグ。ぜひ検討してみてください。商品レビュー専門でした。